はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。創業さんで、三国志13ですね。英傑伝まだ終わってもないのに始めちゃいましたけど、やっていきたいと思います。どこまで行ったかなと、そうだね、張飛の配下なんだよね。残野が一人いる。誰いんだろう、ちょっとね。もう創業さんね、一人じゃ何もできないんで、皆さんとの、周宗さんいるんだ。皆さんとの仲をね。あら、張飛もう80もあるね。ちょっと待ってね。張飛とはもうなんか、これは自分を見た方がいいんだよね。いやいや、こっちじゃない。これを見たらいいんだわ。お、あれなんだわ。絆あったんだね。創業になる連戦の極意は。いやもう、創業さんそんな極意いりませんよ、もう。というわけで、じゃあ、どれ行きましょうかね、と。皆さん不在ですね。私、リム文化持ってんだね。文化か。じゃあ、文化やりましょうか。てか、やってんだね、今、学者いるんで。すっかり忘れてます。失敗。重要か。まだまだやらないといけないね、これね。報告。木曜までは26。成果14。さ、2回はやらないといけないんだね。さあやりましょう。着手するぞ。いやー。これ、高密でいいのかな、集落が早々も北海に属し、北海の農業500増加しましたと。牢屋に行って、周宗が鎮護の施設に投与されましたね。ここにいないということは、どっか行っちゃったのかな。今回は、成功しましたよ。で、報告できるのかな。はい。報告でいい。何これ。報奨までは16。で、成果が44ね。今回は続かなく任務を遂行し、目標の40に対し44の変容。そういうならば成し遂げられると思っていたの。功績がプラス96しか上がんないね。3桁いかないもんね。なかなか大変だね。皆さん帰ってきてるけど、私お金が2000。そうだね。陳軍さんね、鉱物興味と、酒飲めるんだね。で、涼花さん。涼花さんも、酒は三角だけど、三角だったらあれなんだよ、出れないんだよね、上がるけど。鉱物興味か、となると、もうね、私、勝利のことを、おりって言ってましたけど、違いますね、勝利って読むみたいですね。やっぱ酒だな、酒が無難だ。じゃあね、これで、チンゴンさん51まで上がってるんだね。チンゴンさんこんな顔なんだね。なんか変わったね。ちょっとね、鎧っぽい感じ。具足っていうの感じになってんで、なんかね、もっと政治してるかな。統率81もあるわ、違った。チントーさんだ、これ。チンゴンさんじゃねえや。陳東さんでした。ごめんなさい。統率81万だね。武力66、中華81、政治81。これ絶対ね、創業さんより強いね。じゃあね、贈与しましょうか。ただ、意外に早くこの人いなくなるんですよね。死ぬわけではないのかもしれないんですけど、あって、なんかね、ちょっとしたところでスッて消えちゃうみたいな感じでしたよね、確かね。もしよろしければ、欧州を、陳東殿に送らせてくれませんかと。匂いの正体は欧州でしたか、今から飲むのが楽しみです。これはいいね、いけるね。はい。昨夜東の空の、と。他愛のない話するんですね。創業だったのはお話ししたいと思っていたところ、実に楽しいひとときでしたぞ。来た来た。なぜでしょう、創業殿に不思議な縁を感じます。来たね、これも。もう一回行けば。交換をね、与えることができましたね。さあ、じゃあ交換持ってるんで。わざわざすみません。はい。で、談話して。あら。あら。イベント来ない。ディリディリなってんだけど、イベントが来ない。
どういうこと？もう一回酒飲まないといけないかな、あの人。あ、ダメだわ。デレデレだけど。デレデレだけどイベント発生しないわ。金かかる人だな、この人。じゃ、お酒あげましょうか、もう一個ね。はい。感謝します。あれ？ダメなのかな？あ、ダメだ。なんだろう、この人。あ、チンドさん、強欲なんだね。あれれ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 。80なんだよね、今ね。絆はないでしょ？あら？絆ある？絆あるのかな、この人。あれ？絆ある、なんか線引かれてるね。あら？これは何で見れるんだったっけ？あ、相関図よりも、もうちょっと騙しましょうか。あら、デレデレだわ、この人ね。相関図で見ると、あ、張飛へ報告しときましょうか。張飛、あ、そっか、地裁運搬があったんだ。しまった。総評玉、張飛様、この度は本当にありがとうございますと。あ、じゃあまだ絆なかったんだね。なんとも嬉しいものですな、民の笑顔を見るのは。わはは。俺様もこれが目的で人助けをしているようなものだ。理解してもらえて嬉しく思うぜ、と。ことべ誠に心現れました。今後、張飛殿には友として強いのがご付き合い願いたいものです。ありえない、それはこちらとて同じこと、手を取り合い、一つでも多くの笑顔を見られるよう努めていこうと。はい、絆がね、成立しちゃいましたね。これ、ポンユーって呼んでいいのかな。はい、総評と張飛の間に絆、レベル1が芽生えましたと。一騎打ちは1上がりました。総評さんが、張飛さんの連戦がついたのね。8になっちゃったね。あ、そっか、こういうことだったのね。はい、本日はわざわざお越しいただき恐縮です。いやいや、気候のことでまた良い酒が手に入ったのでしょう。楽しみにしてきましたぞ。もろっと言いたいところですが、それはまだこれからなのです。あ、はて、これからとは？実はとある古文書を手に入れましてな、何やら、幻の古紙のありかが記されているらしいのです。ほほ、それは興味深い。でしょ？ですが書いてあることが全然わからないのです。どうか手を貸してもらえませんか？チントさんほどの人がわからなかったら知力のない私にはわかるわけがないですけどね。なんと古文書の解読に協力せよということですか？本も。ああ、もう協力しましょう。わあ、広げましょうね。面白そうです。ぜひ見せてもらいましょう。よくぞ言ってくれました。さあ、これを見てくだされ。なになに？険しき、なんだろう、これ、性格を超えた先、いにしえの秘書あり、はて、おうも。性格といえば火山、火山に近い土地を待ってみるのが良いと思います。となると、超あんたたちですか？遠いなでは、準備ができ次第先に向かってください。こちらも後から向かいます。わかりましたと。遠いね。早く馬が欲しい。あ、ふう、もう少し頑張らねばと。で、ちょっと張飛さんにね、新書を渡すことができるんで、ね、誰がいいだろう。あ、みんな。あっという間なれんだね。美子。美女と野獣だね。そんな感じでちょっとやっていきましょう。ね、せっかくチャンスなんで、涼花さん。手伝いますよ。難儀な人とお見受けしますが、私に手伝うことはありませんか。願ってもないことです。こたびは好意に甘えさせていただきましょう。チントー様が名所集め宴を催すそうです。総評様にも招待状が届いておりますが、参加されますかと。はい、と。どうも、こんにちは。これはチントーではなく、たまには声で切り寄せれば。あんた酒ダメなんだよ。あ、ダメじゃないのか。酒ダメではないですよね。これはチントーとのたまに声で切り寄せないとなと。殺される。てめえで心苦しいんで、わ、殺されるわ。我が宴によく来てくれました。好きなだけ楽しんでいってくだされ。殺されないかい。あ、大丈夫なのね。宴会を通じて沈騰と参加者部長たちの親近感上昇しました。張飛の親近感が最大に達しました。これと仲深めは絆を強くする必要が、まあ、酒ですね。酒やっとけば。今友達ですか、言えば本友ですか。
これなんですけど、これを、まあ、いろいろやっていくとどんどん上がっていって、最大レベル4ですか？義兄弟がレベル、義兄弟がレベル4でしたよね。レベル5ってあんのかな？そんな感じになっていくんですよね。聖壇所における文化の任務を通じて、両方との親近感が大きく高まりもありました。この人すごく長生きするんですよね、確かね。こたびは本当に感謝の言葉も見つかりません。この恩義必ずお返しいたしますぞ、と。感謝状態入りますよ。照れちゃいましたね。喜んでもらえて何よりです。そのうちまた手助けさせてくだされ、と。ちょっと訪問しましょうね。はい、そういうのではありませんか。で、この人見るとね、はい。両家現金、まあ言いましたね。あ、読んだかな。公金の部署。公金の部署だったんだね。後に流民に使える別名なんだこれ。両順これ両順でいいのかな、とんでいいのかな。関羽の戦利口かに登場し、流民の夫人を救出。流民が、南慶州に拠点を置くと、流民の配下となり、関羽と共に慶州を守る。219年、関羽が爆上、で包囲されると、短期で脱出。流邦と毛達に援軍を求めるが拒まれ、成都に向かった。その後、諸葛亮や脅威の北伐に参加。263年、当該と紹介、の軍勢を脅威とともに剣閣で防ぐ。しかし、成都が陥落したため降伏。間もなく病死した。263年まで生きてますからね。今で26歳でしょ？今197年でしょ？ということは、70歳、80歳ぐらいまで生きてるってことだよね。正史では、関羽、廃止後は、後にいたが死んだと偽って職に戻った。職の滅亡後、落葉に誤送される途中で病死と。まあ、病でお亡くなりなんですよ。バランスいいんですよね、能力ね。73、76、69、50ね。これぐらいの人でやったらいいのかもしれないね。で、あとは、先が三角。放物興味あるんですね。物欲は普通。いい人なんですよね。まあ、あまりそれほどなんか、すごく、出てくるってわけじゃないんですけどね、演技とかでも。義理の実績がマイナス209ですけどね。あ、都市の順位が4番目、勢力の順位が8番目、私何番なんだろうね。こんな感じでしょうか。ね、あとは、訓練とかできるんですよね。書いちゃダメ。ちなみに私、都市は3位の勢力では6番目なんですね。上なんだわ。はい、まずは私とかでも一角けと。総評団にはこれがテレットしっかりと。あ、43ね。上がりました。さあ、じゃあ、長安行きますか。私任務受けてませんもんね。じゃあ行きましょう。移動ね。まさか私、軍事重心だったんだ。あ、軍事じゃなくて、軍事の重心だったんだね。内政重視。何か言っとかないといけないね。あ、14、17。じゃあ、農業からあげましょうか。内政で農業ね。できる人いたかな？いない。いないな。まあじゃあ仕方がないんで。ちょっと行きましょうか。劉備様は総評様に、伊藤将軍を授与するということです。感謝を称えてくれと。あ、出世しましたね。出世というか、まあ、兵力が、仕切ってきる兵力が上がるんですよね。で、統率と武力が2上がってるんで、こういうことでね、結構いろいろ上がっていくんですよね。ビーク様が劉備様により、牢屋大将に、牢屋の大将が変わりましたよ。さあ、長飛が一般になっちゃったね。内政で文化、じゃあ、できないね。達成期限が過ぎため、劉備軍の勢力使命が失敗に終わりました。報告します。我が軍の冬の論功交渉が発表されましたね。お、私3番目か。はい。特に張飛様の働きは賞賛に値するとのことです。美塾様曰く、みんな今後も一層励むようにとのことで知ったと。一応50入ったんだね。関羽隊は高順隊の、ああ、そうだ。高順隊の次。そうだ、今戦争中だったんだ。報告します。美塾様が僧侶様を重心の任を解かれました。解かれちゃった。そっか、そっち、張飛の方がいいわね。重心に、内政？私が？まだ専用の任務じゃ、いいけど。はい、すみません。いいのか、私なんかで。よほど人不足なんだね。大衆内政重心になりましたよ。これ何のあれもないんだけどね。臨機応変になってんね。
あ、私しかいない。こんな私が内政をするってなると、かなり人不足なんだね。今度、消費税がね、牢屋金庫を制圧を開始しましたね。はい、美子でしたっけ。消費と美子が新社によって、ポンユーでいいのかなになりましたと。総評の名声が12から14に上昇しましたと。名声が上がると時間が止まってくれるんですよね、自動的にね。他に内政とかできないかな。本当にできない？あ、できないな。みんな大忙しなんだね。じゃあ、お続きで。次誰？こっち、近くにいるから日数が低いのかな。これすごいいいよね。私やってると大体70日、80日なんですけどね。他のキャラクターというかね、それやってると。はい。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。三国志13、あ、そうですかね、三国志13、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。